もおはようございます。夢でタイを食べていて、タイの卵を噛まずに飲んじゃって、食べた後なんかお腹が騒がしいなと思ってレントゲンを見てみたら、お腹にタイがいた。ルカです。今日は新米粉に来ています。イエーイ。今日はめちゃくちゃ朝日が眩しい ね。梅雨も明けたからね、天気良くなるよ。ルカはグレとチル。うん、グレとチルね。今日の餌は、うん、石子貝と青い染めの太いやつ。ああそうか、うん、頑張ろうね。うん、よしよし、じゃあ行きましょう。はい、レッツファンタジー。イエーイ。やばいやばいやばい、大きい大きい。あ、なんか光ってる。ボラボラや、ほら。え、ボラ、違う違う、ギマギマギマ来た。やっと来た。かわいい。やっと来た。あ、めっちゃ大きい。持って、ギマやっと来た。一匹目。ギマの顔がやっと来た。ボルケーノ。キス。すごい。やったー、キス。はい、持てー。はい、キス。やったー。今連れ出しとるね。うん、やっと連れ始めてきたね。やったー。頑張ろう。頑張ろう。あ、何あれ？キス。キスが。おお。結構でかくない？でかい。おお、やった、キス釣れた。ゲットしましたー。へえ。お疲れ様。お疲れ様。今日暑かったね。暑かったね。今日の成果は。今日の成果は。なんでそこで元気。ギマ一匹と、うん、キス二匹と、うん、カサゴ四匹と、うん、ハゼ一匹。そうか。カサゴとハゼはじゃあ小さかったからな。うん。うん、あんまり釣れなかったね。こんな天気のに。ね、まずさ。カメジャコがさ、売ってなかったもんね。売ってなかったもんね。それがいかんかったな。うん、前もって、うん、これが買おう。買おうか。ね。うん、オッケー。ミノさんさ、ミノさんさ、うん、あの、釣りしてるのにパラパラしたろ。ギマとキスを、うん、今、新米粉さばいてきたじゃん。あ、さばいてきたね。それを、うん、お家で、うん、二人で、うん、作ろう。いい？いいよ。帰るぞ。帰るぞ。家まで飛んでっちゃうか。飛んでっちゃうか。よし、もう行こう。行こう。行くよ。はい。家に着きました。おかえりなさい。おかえりなさい。気持ちいいな。今日は暑かったね。暑かった。で、今からね、うん、あのね、うん、このさ、あの釣った魚たちを、うん、唐揚げ粉につけて揚げていきたいと思います。オッケー。まず、この上がキス2匹、うん、キス2匹、はい。で、ギマ。おお、ギマ。これね、ギマの身ね、うん、唐揚げ粉につけて揚げて食べます。オッケー。楽しみだね。ギマは前回刺身食べたけど、どうだろう。あれはね、ちょっと弾力があったね。弾力があった。太いじゃん、あれは、うん、結構でかかったから。だからね、醤油が欲しかった。レッツでいいの？いい。よし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 、これでいいんだね。よし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 ってかもしれない。絶対あの重すぎて、うん、糸が切れちゃうか竿が折れる。もう絶対釣り上げたんやん。オッケー、つけたよ。オッケー、じゃあフライパンで焼いていきます。フライパンで焼いていきます。オリーブオイルとバター入れました。すごい香りがいいね。ね、じゃあ火つけて、皆さん。オッケー。じゃあいきますよ。入れちゃって入れちゃって、どんどん入れちゃって。いきます。ほら、粉つけてつけてからの、ドーン、ドーン、オッケー。
リンダ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 リン暑いっしょ。ふうふうしてるよ。見てくださいこれ。美味しそうだね。じゃあいただきます。あ、赤。どうですか。うまい。おいしい。おいしい。じゃあ次キマ行こう。これキマ。はい。見てください。キマ。ギマ？うん。めちゃくちゃうまい！うまいんだ。またキスとは違った感じ。キスとは違う。どんな感じ？身がね、キスは身がね、普通に柔らかいんだけど、とろけるの。これ？ギマ？とろける。身が。ね、こんな感じでーす。キスよりも美味しい。キスより美味しい。なるほどね。うん、みなさんも食べてみて。うん、食べてみる食べてみる。ちょっとバターの味がして、これがまた美味しい。バター入れて正解だった。正解だった。うまっ。うまいっしょ。うん。やばいよ。身がしっかりしてこう、弾力があって。とろけるでしょ。なんだろう。うん。タイみたいな感じがする。あー、タイね。え、みなさんタイ釣ったの？釣りたいってことや。あ、そういうことね。食べたことあるけど釣ったことないやつ。あー、でも美味しかったね。感想は？感想？うん。やっぱ自分たちで釣った魚を自分たちでさばいて、自分たちで料理して食べるってこと最高じゃない？最高ですね。でもギマがこんな美味しいと思わなかった。ご視聴ありがとうございます。